YouTube。 おはようございます。今日は夜までちゃんとオンタイムで進んで夜まで9時ぐらいですか。頑張ります。楽しみです。表紙の撮影ですね。大きく言ったら和なんですけど、でもなんかこんな感じでメイクしたら他のものも生まれてきて、令和版のワンみたいな表現できたらいいと思います。また発見できたら報告します。頑張ってください。お願いします。会社朝6時半から、まあ、8時半30分巻いて終わりました。30分巻いても何時間15時間。いやーハードだったな。なんか今回のカレンダーはいつもはなんか自分一人が今回も自分一人この映ってるのは自分一人だけなんですけど、なんか一つ一つの月がなんかキャラクターになってるというか、それぐらい個性が強いものになったので、なんか12役分ぐらいやった気分でどっと疲れました。お疲れ様です。もうね、結構アルコールも抜いてたんで、帰ってビール飲みたいと思います。今回、浮世絵とか歌舞伎とか、まあ、歌舞伎メイクはちょっとできなかったんですけど、
まあなんだろう、和を和と洋のなんかアートみたいな、本当に新しいものになったんじゃないかなって、なんかちょっと非現実感があるような、現実の中に非現実があるような、なんかそういう感じがにじみ出てると思うんで、これから完成がとても楽しみです。はい、皆さんも楽しみに待っててください。